手の試合って、うん、結構例外なくこうすごい緊迫感のある試合になるんですよ。なんか一瞬で終わるっていうか、うん、切り合いみたいな真剣勝負っていう空気を作り出すのがすごく上手なんで、うん、でもやっぱこうクレベル選手はあんまりそこに圧倒されないというか、そうですね、例えばですけど過去に戦った選手とかでもこう 本来出せる力がこう選手とかもそうですけど、出せなかった選手とかっているじゃないですか。こう圧倒されちゃってるな、これ始まる前からちょっとビビっちゃってるじゃないですけど、はい、こうちょっと圧倒されてるなっていう、クレベル選手あんまそういうの感じてなさそうな感じ で、逆にこう朝倉選手がこう変にこうリスペクトを持っちゃってこう謙遜しちゃってるというか、なんかいつものこう強い感じじゃないというか、なんか様子違いましたよね、今回。なんかクレベルが全くこう引かなかったっていう部分があるっていうのと、うん、こうクレベルの日本語に騙されてると思うんですけれども、うん、多分母国語のポルトガル語で言ったら相当口悪いと思うんですよ、クレベル。そうなんですか。まあ、日本語だと私ですね、どうですか、すごく可愛らしいじゃないですか、うんうんうん、それは第二国語で喋ってるんでポルトガル喋らせたらめちゃくちゃ口悪いと思うんですよ。